はい、バッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、僕はプラレル運転士やっていきたいと思います。で、今日はね、いい日系の朝間をやっていきたいと思います。まもなく出発します。東京駅なんですね。もんじゃ、右上もんじゃ行きのね、看板あります。ドアを閉めてね。はい、ドア閉まります。はい、発車いたします。もう100キロ行ってますね。あ、次の駅高崎で、ゲームを聞きたい方はですね、ヘッドホンだと多分聞こえると思います。そういうレベルだと思うんでね。おいいにきゃ様、自己紹介してくれましたね。もう別にこれ昼だからいいのか、別にライトつけなくても。もう一気につきました。早いですね。なんでゲーム音が聞こえないのかわかんないんだけど、まあいいやね。お、OK。うまく止まれるようになりました、ね。まあ誰でも慣れれば、コツさえつかめば全然誰でもできますけど。まもなく出発します。まあこのゲームねやる人あんまいないと思いますけどね。まあドアを閉めてね。ちっちゃい子にはいいと思いますよ。まあ電車で動くより全然簡単だから。まああの電車大好きプラレールがいっぱいもそうだけどね。ああ軽井沢、今度軽井沢に泊まる。駅名はね今回はちゃんとしっかりしてますけど、まあ山が見えるんですね。次は山です。まあでもね、プラレール電車大好きプラレールがいっぱいよりはプラレールって感じしますね。3両編成でね、まあ本当に3両編成で走ってるかどうかわかんないけどね。電車大好きプラレールがいっぱい、あんまりプラレールの要素がなかったからね。まあこのゲームはあれだけどね、プラレールの線路が青くなっただけだけど、ね、さあ軽井沢、この辺でブレーキかければいい、ね、おお。で軽井沢到着。結構ね、遊べる車両が20種類ぐらいあるんでね。まもなく出発します。まあ動画のネタにはなりますけどね。ドアを閉めてね。はい、ドア閉めます。はい、出発。もう100キロ出ても相変わらずすごい。たまに減速しろとか出てくるからね。あ、次、長野。終点長野。どうですかね、このゲーム画面見て、やりたいと思う人いるかな。このおもちゃで遊びたいって思う人がいるのかどうか。わかんないですけどね。はい、またスピード上げる。この
これそんなにあれだよね、山とか出てくるけど山の名前出てこないしね。こういうのはあんだけどね、やっぱり信号所だ。鉄道模型の組み立て式の模型でもああいう信号車あります。800円ぐらいで売ってますけど、鉄道模型もね、僕持ってんだけどね、動画にしてみようか、それね。あれもね、N ゲージというのも結構高いよね。まあ、Z ゲージとかね、いろいろあるけど。H4 ゲージとかね、あれはもう高いですね。でも、本当の金持ちじゃないと買えない。1編成、1両40万とかするんじゃないですか。あ、わさび。はい、もう終わりましたね。10分で東京から長野に着いちゃうという。急な坂道にも対応した力持ちの新幹線ということで、はい、今回はね、まあこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。